曜夜6時30分 99.9 特別編。電話をかけて誰も電話。プレモルは2つ。知ってました。知ってますよ。知ってます。2つの神山ザ・プレミアムモルツ。カオルエザ・プレミアムモルツ。いつも通り最低売残高の推移を見てみましょう。6月に2万3000円台をつけてから長いレンジ相場が続いてきました。本当に長かったですね。世間では弱気ムードが蔓延する中、底割れするわけでもなく一時的に75日線に接近するもののすかさず押し目買いが入ってくる状況が続いています。そしてこのレンジ相場で推移する中、最低売り残は微動だにしていないと言っても過言ではないくらい変化していません。言い換えれば相変わらず弱気ポジションが居座ったままであるということにもなります。実際の数値を見てみると、8月7日時点の金額ベースの売り残が1兆7780億円、そして直近8月12日時点の株数ベースの売りポジションが相場の上昇に伴いやや減少して7億664万株となっています。相変わらず高水準に積み上がったままと言えそうです。買い残高も多少増加していますが、需給を悪化させるほどの水準ではありません。つまり総じて言えることは、大量に捕まった弱気ポジションがある程度解消されない限り暴落などは考えにくいということ。言い方を変えると、売り方が上昇過程で買い戻しを余儀なくされる場面が今後想定されるということでしょう。ただ例年夏枯れである8月前半の上昇が急ピッチだったため、目先の戻り売りには注意したいところ。一応これまで私は強気一辺倒でしたが、メイン SQ などが控える年後半相場において波乱局面を迎えつつも堅調な相場展開が次元してくるのでしょう。続いてこちらもいつもの IG 証券の日本225株価指数の冷やしチャート。結局6月以降この2本の黄色い水平線、つまり2万3000から2万1300円の間でのレンジ推移に終始してきました。そして現状6月高値奪還をトライしています。需給動向から見た今後の株価推移はどうなるのか。堅調な米国株を背景に高水準の待機資金として下値を拾ってくる日銀による ETF、 また低金利下において個人の投資資金も積極的な参入は期待できます。ただし2万3000台は価格帯別出来高が非常に厚く、低水準の出来高では一気に上抜くのも簡単ではないでしょう。また特に注目すべきは海外投資家動向。ここで面白い分析およびデータがあります。それがみずほ証券が YouTube 動画で解析しているこの場面。過去10年間で最も外国人投資家が売り越した年でもせいぜい2018年の 5.7 兆円7月末時点ですでに海外勢は 4.9 兆円売り越しているので、今後さらに大幅に売り越してくることは想定しづらい。つまり年後半の需給改善要因ともなりうるのです。さらにさらに外国人投資家は例年秋以降買い越してくる傾向があるため、波乱場面があったとしても相場の下支え材料ともなります。これまで世間では弱気派が多かったように感じますが、やはり捕まった売り方の下げさせたいポジショントークがほとんどではないでしょうか。年末にかけてはヘッジファンドの決算も控えているため、さすがにロールオーバーも限界があり、買い戻し決済を余儀なくされるファンドが続出してくるはず。まだまだ波乱はあるものの、トランプ再選で勢いづくマーケットの未来図が見えてきそうです。